はいどうも、チャンネル変わらんど川本文明です。今日はですね、あのバンダイさんから発売されてるあの生き物大図鑑の新作情報が入ってまいりました。こちらクワガタ04新作情報です。それでは行きましょう、チャンネル変わらんど。さあというわけで今日はですね、あのバンダイさんから発売されてる生き物大図鑑新作情報クワガタ04、こちらでございますね。気になるねラインナップを紹介しますけども、まあ来るか、もうクワガタ4個目ですよ。もうすごい数、もう1個5種類ぐらいあるんだから、もう20種類、とんでもない数ですよね。20種類か分かんないですよ、もう正確に言うともうちょっとあるかもしれないですけど、これがですね、もうクオリティがどんどん上がって、もう 3D スキャンでね再現してるんで、もう本物なんですよ。今回はですね、その中でももうなんか変化球まで入ってますんで、今回のクワガタ04変化球、こちらも注目していただきたいという全5種類、ね、早速ですねラインナップ紹介していきたいと思います。それでは行きましょう、ラインナップ。さあまずはクワガタ04のですね、新作情報ラインナップ一発目、こちらタランドス大ツヤクワガタ出ました。いや、やってきたか。アフリカ大陸最大のクワガタ、アフリカから大ボスがお出ましでございますよ。最大のクワガタですよ、90ミリを超える。で、重量感がまたすごい。これ画像を見ただけで分かると思うんですけど、重量感がねえ、横幅ね、90超えて横幅もあるからね、もうでかいんですよこれが。こいつがやってきましたよ。大顎は太くて短め、なかなかねパワーめちゃくちゃあるらしいです。ただね性格は温厚らしいですよこの子。いやこれすごいよね、タランドスドスオツヤクワガタっていうことでね、タランドスっていうのはあれらしいですよ、トナカイ座、そういう意味があるそうです。まあ、ちょっとねなんかトナカイみたいな感じなんですかね、なんか鹿というかそんな雰囲気でも見えますけどもね。まあクワガタ界ではやばいですよこの人。でまたこの何が気になったかというと、このツヤね、ツヤすごくないですか、これ本当？そう思うでしょみんな、このツヤって。ただ本物の方がすごいんですよ。ちょっと画像用意してますね、見ましょうよみんなで。こちらすごくないですか、これ本物って思うでしょ。でこれ本物らしいんですよ、このツヤ光沢、これ欲しい、本物欲しい俺。これがタランドゥス大ツヤクワガタ、すごいですよ。そして今回のこのね、もちろん 3D スキャンで本物を丸々再現、1分の1でございますね。こちらの大きさ90ミリありますございます、ありますございます、ありがとうございます。で、なんと17箇所稼働、いやいいね、17箇所稼働しておりますんで、いやこれはすごいよやっぱり。でね、ちょっと残念なことにね、なんで最近そうなのかなと思うんですけど、スタンドついておりません、通常カプセルで販売です。いやスタンドはつけてよ。というわけで後者もついてないです、後ろバネついてないです、つけてよ、これメインでしょうよ、これメインのこのツヤクワガタにはつけてよね。まあ僕は幸いにも余ってますからスタンド、まあ、それで代用してつけますけども、はいはい。というわけでね、もう楽しみのね一発目はタランドゥス大ツヤクワガタでした。さあ続きましてこちら、メタリフェル細赤クワガタカッコブロンズ、いやいやいるのこれ、まあいるから作ってんでしょうけど、
すごくないですかこいつも。何がすごいってね、これね、大顎がね、体よりでかいんですよ。大顎がでかい体よりみたいな、すごくないですか。何これ、すごい。で細いんですよ、またこれ。なんか細い木とかに、枝とかに住んでるんですって。だからそうなんですって。ちょっとよくわかんないですけど、調べたらそうだって書いてあって。まずね、注目はこの色、この色すごくないですか。本当？本当でしょうね。ちゃんと一応調べて画像用意してあります。いきましょう、こちら。すごいでしょ、こんな光ってんの。これ画像調べて、これ本物かなと思って、どれが本物か分かんなくて、すっげえ大変だったの。でも多分ね、どれも本物だったの。このツヤ、光沢、ブロンズっていうかもうゴールドだよね。すごいよねこれ。いやこれも生きてんの欲しいけど、まあよくできてますよ。もう画像見ても分かる通り、まあよくできてる、もう今は。なんでね、ぜひともこの色違うクワガタ欲しいですよね。絶対ゲットします。はい、さあ続きまして、こちら、メタリフェン細赤クワガタブラック。いやすごいよこれも。黒もいるんだね。これどうなんだろう、あんま調べきんなくて。これあれかな、湿度で黒くなるのかな。よくある、最近よくあるじゃないですか、その黄金鬼クワガタも湿度で、湿度が高いと黒くなるとか、あれもヘラクレスもそうじゃないですか。だからそうなのかな。まあこの詳しくはもう一回調べてね、本編の時に、開封&レビューの時にもう一回ちゃんとお伝えしますけども、この黒は黒でかっこいいよね。うん、いやもう顎の長さやっぱすごいわこれは。あ、ちなみに言い忘れましたけども、ブロンズの方はですね、スタンドついておりません。ないです、ありませんです。だから講師もありません、ごめんなさい。ブロンズの方はないです。ただブラックの方にはついております。スタンドついております、講師ついております、ありがとうございます。なんでこれはですね、ブロンズ飾りたい場合はブラックも当たれば使えますし、ね、どっちでもね、好きな方を飾っていただければ好きなように飾れるという。はい。まあ、全部についてくれりゃいいんじゃないの？ブラックにつけられるんだったらブロンズもつけられるでしょ、大きさ同じなんだから。まあ、いろいろあるんでしょうけども。はい。まあ、とにかくでも出来は最高なんで、皆さん楽しみにしましょう。さあ、続きまして、こちら！コクワガタ出ました。いやー来たか、コクワ来るとは思わなかったわ。まあ僕ら子供の頃一番身近なクワガタ、コクワとノコギリ、これよ。あのね、今はもうみんなこのペットショップ、昆虫ショップ行けばですね、どんなクワガタ大体手に入るじゃないですか。大クワガタ買えちゃうんです今どこ行っても。全然見つからなかった昔は。売ってない、幻、平田クワガタなかなか売ってない、売ってても高い。ミヤマなかなか売ってない、売ってても高い、買えません子供には。どうにか田舎行ってなんか取れたらなっていうので頑張ってもう取りに行ってましたけども。でね、平田クワガタを頑張って取ってね、山に入っても見つからず、いくら入っても見つからず、夜中になぜか海岸歩いてたらいたっていうね、防波堤にいたっていう。いや、本当ですよ。7センチです。70ミリ。その当時の70ミリすごいですよ。ねえ、それが初の平田だったんですけどね。コクワ、ノコギリ。この人たちはもうね、僕らの身近な、その、もっと一番身近だったコクワが、もうコクワって呼んでんもん、俺。もうあだ名だもん。コクワ型なんて呼んでない。コクワ。コクワがもうね、僕が飼ってて一番長生きしたのはコクワガタなんで、結構思い入れがあるし、あとね、意外とかっこいい。顎がね、前にピョンって伸びてるんですよ。平田とか横じゃなくて前にこう、かっ
こいいんですよ、むき出しになって。だからね、そしてね、コクワガタって言うんだけど、実は日本では中型のクワガタらしいですじゃあ中クワでいいじゃんって思うんですけど、まあコクワガタになったんでしょうね。形かっこいいし、やっぱこの画像がまたリアルすぎて、でなんか最近なんかコクワも流行ってるんですよね。なんかちょっとでかいの、5センチとかでかいのいるんですよ。でかいコクワってめっちゃかっこいいんですよ。これはぜひね、コクワガタ絶対欲しい。この身近な、我々の時代の身近なコクワガタ絶対欲しいです。はい。これは嬉しい。じゃなくてもうね、何が嬉しいって、平田じゃなかったんだって。生き物大図鑑は平田より先にコクワ出すんだって。ここですよ。コクワガタ出すんだって。これがね、素敵すぎる。もちろん。スタンドついております、講師ついております、飾っちゃいます、楽しみにしてます。さあ、そして最後はこちら、ゴマダラカミキリ。なんでだよ、なんでだよ、クワガタじゃないな、飛び道具いらっしゃい。いやー、俺田舎でよく見たわこいつは。もうどこ歩いてもいましたし、なんだカミキリかとか言っちゃってたもんな。まさかフィギュアで手に入れる日が来ようとは。まだわかんない、まだ発売されてないしやってないからわかんないけど、ゴマダラカミキリ、なんでこれ、また不思議だな、よく見たな、うんざりふすうんざりって言っちゃいけないか、うんざりするほど見たんだよ俺はこいつを。マジかよ、すげえな。あ、そう、ゴマダラカミキリが入ってきましたか。しかもクワガタに変化球で、たまにあるじゃないですか、変化球でね、え、大津の花むぐりみたいな、カブトムシのあれみたいなもんなんですけど、またこれがインパクトとしたら、あ、インパクトはあるんですよ。これに入ってきた、クワガタにこいつ来たっていうのをインパクト。ただ欲しいかって言ったら、そんなに欲しく、まあ一匹は欲しいのかな。もう昔の思い出だもん。まあ昔の思い出、田舎で飛んできてさ、クワガタかと思ったら、なんだカミキリかよなんてよく言ってたし、はい、このゴマダラカミキリ、これはすごい、本当に驚きました、楽しみでございます、これね、カミキリムシっていうのはですね、顎がですね、ハサミみたいになってるの、こうこうやってなってるんじゃなくて、わかります、こう重なってるんですよ、ハサミみたいに。だから細い髪も切れるということで、カミキリムシ、まあこれ一説ですけどね。だから顎はね、こうやってなってるんだって、これまで再現されてるんだって、顎はこう重なってるところまで再現なんでね、この辺注目して、いや楽しみですよ、はい、なんだかんだ言って楽しみ。さあ、というわけで以上の全5種類でございます。いや、面白いラインナップだったな、今回も。ねえ。なんで、ぜひね、皆さんね、こちら、生き物大図鑑、クワガタ04、発売は、4月の第4週でございます。来週でございます。ぜひ皆様、楽しみにしてください。僕も必ずやって、そして開封&レビュー。そしてコンプリート目指しますんで、皆さん楽しみにしましょう。さあ、というわけで、この動画少しでも良かったな、役に立ったなと思っていただいた方はですね、グッドボタン、そしてチャンネル登録よろしくお願いします。チャンネル登録よろしくお願いいたします。以上、チャンネルカワランド川本文明でした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。